本社機能の移転に伴って、家族と一緒にこの小松市に引っ越しをしてきました。まあ、のんびりした土地柄で、安心して子育てができますので、まあ、家族3人で、まあ、楽しく生活することができています。未利用間伐材をチップ燃料化して当工場のバイオマスボイラーで活用、有効活用していくというもの、はい、こうした新しい試みを全国に横展開、他の企業にもこうした取り組みを行っていただきたいなと思います。これが軽いですよね。これが我が社が作ったアザラです。違いはね、軽さ、柔らかさ、あ、全然違いますね。いよいよね、今年の後半からこういったシリーズ道具を本格的に輸出をするということになると思います。ドーメッキが、あ、ドーメッキがついてるんですね。上げてみます。ああ、こっちに上手してますね。特に今年は、まあ、結局物のところで、特にあの若い子供のいる年齢の給料もよりは上げていこうと、また上げていこうと。素晴らしい。お豆の味もして、はい、いろんなマーケットに対しての商品作りをしていかなくちゃならないということで、現在200種類ほど。私は福井県で仕事をして、また福井県で出産とか子育てをしたいなと思っているので、地元で就職をするという道を選んだ方々に対して奨学金のですね、返済を免除するという仕組みをスタートしていきたい。親切な方ばかりで、すごく満足をしてます。リタイアしたお年寄りの方々が、若い皆さんと一緒にですね、コミュニティを作って、生き生きと暮らしている、中央において、創意工夫で新たな活力を引き出していこうと、頑張っている皆さんをですね、応援をしていきたい。まさに地方の力を我々は信頼しながら応援をしていきたいと思います。